でこんな時に限って全くスカーが出ないんですか？おかしいんじゃないですか？クリエイターサポートはマイチャンネルによろしくお願いします。皆さんこんにちは、ジャンピングー。はい、今日はですね、キューブキータイマーをやっていきたいなと思います。昨日とは全く逆ですね、今シーズンに復活した武器で戦っていきたいなと思います、なので使えるのは DMR とスカー、アサルトライフルと、あとはロケットとロケランだね。あ、弓とロケラン、はい、っていうことになりますね。あとはマシンピストルじゃなくて、今マシンサブマシンガンって名前変わったんだけど、これも使ってよしにしましょう、ね、昨日は使っちゃダメってやってたんだよね。クラゲ回復20度強い。いや強い、それはね、初手ではすごいありがたいよね。これは使っちゃいけないな。タクティカルピストルは強いよね。あ、そうだ、あとあれだ、コンバットショットガンとタクティカルサルトも。ああそうだね、あのパークが出れば使える。そう、いける。そう。いやすごいよね、スコープ見れるようになっちゃったもんね。あれはね、いいよ、めちゃくちゃ強いよ。 MK7 らしさを感じる。あそか、だから一応ショットガンはなくはないのか。あれリティクル細いもんね、あのショットガン。そうね。なんでこんな時に限って全くスカーが出ないんですか？おかしいんじゃないですか？あ、スカー来た。ほぼスカー来た。白だけど。来い。うわー。これマシンピストルじゃないからマガジンサイズ上がんないじゃん、これ。もったいねえことした。サイロールはしない方が良かったか。お、いきなりこれ来る。じゃあこれでいいか。ほんともうこれ別ギーだもん。あー来た、何かが来る。ラマ3体カモン。そっか、タイマンでやるとさ、これフラッグ確実に確保できるね。そっか、その間にどこに行くかバレるけど。あ、バレるか。え、にゃっにゃっする。え、今シーズンでさ、とっても残念なのはさ、鍵チェストの中にさ、スカーのいいの入ってないんだよね。スカーのいいのっていうか、あれか、アサルトライフ。そう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 。おーす、あー、いいね、レア度高いスカー。そういえばね、昨日あのマークしたでしょうって話したじゃんね。うん、あれやっぱパークだった。あー、やっぱそうだよね、パークでもないとあんなヤバいこと起きない。とりあえずね、エリアは確保しておいた方がいいよね。200でいいから2回サイロールした。え、エリア確保するとどうなの？インゴットが2つ出るから2回サイロール。お、あ、嘘だ、鍵1個しかないやん。あ、そっかそっか、エキゾチック武器も OK なんだ。どう考えたら。いやー、グラップラー棒が。そうだったそうだった、エキゾチック OK だ。え、嘘。え、やば、ちょっと待って、ちょっと待って、やばいってこれは。金庫が、あのちっちゃい金庫が6個出てきた。あ、そうだ、今回はだからあれ使えないんだね。ハンマー。あ、そっか、うん、熟成のハンマー。うん、結構思ったんだけどさ、スカーが強すぎるよね。そうね、スカー強いね。あ、これもしかして何、レースコースになってんの？あ、旗が2つあるもん。そうかもしんない、レースコースになってる、全然気づかなかった。あー、これいつかレース&タイマーやりたいね。あー、また、うん、バイクレースができるよこれ。あー、でも、いやー、もったいないことしたな。スカーを金にアップグレードしておけばよかった。え、そんなことできるぐらい。だって今1000インゴットあるもん。そんなにあんの？お、何の指だ今。え、何も効果ついてなかった今。そっか、これ届かねえのか。なんてことだ、なんて武器だ。そうか、これミスったか、選択を。あー、やばい、来た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 、ジョージバリオになった。どっから来るんだ。
ごめん。ちょっと待って、へっしょ。あー弓。何何何何何棒何棒グラップラー棒。うー嘘でしょ。使う使う暇なかった。もう一回行くか。もう一回行こう。はい、ということで、ワンパンちょっと悲しすぎたのでもう一試合やりたいなと思います、はい、あれはちょっと悲しすぎる。まあでも一生は一緒でパパ。そう、レジ君連勝ならず。パパもまさかねワンパンしてしまうとは思わなくてさ、いやまさかすぎるよね。あれさっきの、ね、DMR 拾ってなかったけど使えるのか。 DMR も DMR 使えるの。デカポしか出てこないんだけど、宝箱の回復から。よっしゃ、青スカーゲット。いいね。さあ、何が来た？あそこのダミーじゃない？え、これ何もないってこと？こっちだ。あ、何もない。宝箱すらない。このさ、街を占領するとさ、宝箱の場所がわかるじゃんね。だね、これいいよね。便利だよね。うん、便利。弓エキスパートの称号だ。弓、ちょっとメカニカル棒やめとこうかな。ちょっとさっきのトラウマがあるからな。あ、そっか。やめとこう。なんか怖い。怖い。うん、怖いか。いやー、マジか。ネイマールジュニアがいるんだ。あー、だとしたらスラッピーか。もうだって旗立ってっから。あー、今回は前回のタイマーまで来てた。次のストームが分かるのが来ない。お、コンパット来い。来なかったー。サイロール、あー来た、弓スペシャリスト最強マジで。これだからもうこっから弓を集める必要なし。え、そんなんあんの？そうだよ。で、その逆メカニカルでもプライマルでもあの弓の引く速度が上がる。そのこれを1個前の試合で使ってパパにそれ早すぎじゃないって驚かせようとしたのに自力で決められちゃったから何もできなかった。そっか、その説は大変失礼いたしました。うわ、金の金のオートショットが出ちゃった。あ、あ、わ、やった、チャンスがまだあった。ダブーラッキー。え、ダブンすんの？え、しかもあれ、あれじゃない？また金庫じゃないこれ。お？ゴキブシのとこが。ああ！お、やった。ナイススカ。ゴキブシから？ゴキブシから。何スカ？いやー、それはそれは知らないやつなんだ。え、てか何スカって言ってもスカって青までしかないんじゃないの？いやいや、エピックもエピックスカあるけど。あ、教えた。あ、じゃああれか、今まで青だったアサルトと今のスカは切り離されたんだ、完全に。そうだね、だから全部スカータイプになったんだ、アサルトライズは。ああ、よかった。だってさ、低リアリティなのにさ、うん、強い感じするもん、うん、当たりやすいから、うん、どんどん近くが燃やされてるから。近くが燃やされてる。いや、もう私は止められないんだ。1000インゴット持ってるからね。1057インゴットに復帰。また何？そのあれが出たの？やばい、ちびちゃくスプラッシュが超大量。もう全部使い切っちゃったけど、インゴットもうどうせ使わないから。ちーちゃぐ？よし、もうダメだ。うそ、やべ、どこ行く？うわ、やべやべやべ、うそだよー。ちょっと戻って。マジか、これは痛い。じゃあ私は自動で弓が回復する機能を持ってるんですよ。
それはおめでとうございます。実半無限に打ち抜き配信着地プラッシュが12個もある。チリ着地プラッシュが、あー僕のバイク、あちゃんのバイクだったから、ならいい。じゃあこっちは野生で、野生で返してあげよう。すごい、バイク対バイク対動物で、動物の類が弓使うの楽しいな。やっぱり見た目がすげえかっこいい。やばいやばい、イノシシが死にかけた。あ、ちょ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 、あ、ちょ、階段が、よし、ゲッ、遠いな。もう、随分と、さあ、この上で走ると、あ、やばい、これはやばい。さあ、ファンを見てください。これが、これがチーチャグスプラッシュダッシュです。見てくださいって、どこにいるのか知らない。おっと、どこにいるんだ、どこにいるんだ。さあ早いでしょう。どこにいるのか分かんないんだけど、見てくださいって言われても どこにいるのか分かんないし。ほらどこにいるの。今走ってる。いや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 、無駄だったよな、こっちが。そこはうわ、怖っ怖っ怖こっちは玉切れするからね。そこはスティンク棒だね。あ、そうだ、これがあるじゃん。まずくない？なんか結局は負けるのさ。うれ、やばいな、恐怖だな。うわぁ、このタイミングでハンマー出ちゃったよ、もう。あれは燃えるのかな。よっ、もうダメだ、終わった。マジで回復がない。よーし、いやーもうダメだ、もうほんと倒れすぎた。もうレンガになった、もう燃えない。おっと、いった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 。いやー炎、マジかよ。根元崩しかい、炎での。せめてこの一戦は私が勝つ。ああ勝てなかったー。はい、ということでよかったー。ヘッドショットかい。うわ、嘘だ。なんか一回しか勝ててない最近。まあ、なんで。まあしょうがないね。そんなわけで今回のキューブキタイマンはパパの勝利でございました。はい、はい、今日のお題は、今年のうちにやっておきたいことは何。たくさんのコメントお待ちしております。はい、それではコメント選手権の採用コメント読んでいきたいんだと思います。今日の背景はですね、ゼロビルドで5キルクランビクロイした時の様子でございます。昨日の動画のお題はですね、弓とスナイパーどっちが好きということでございました。まず YouTube にいただきました南戸さんですね。エイシン君最後の必勝おめでとう。おとちゃん残念。僕は弓です。理由はいろんな種類があり火力もあるからです。スティンク、フレーム、ショックウェブ、すべて強いです。この中で好きな能力はスティンクです。木、レンガ、敵関係なく芋ってる敵に5ダメずつ入ってやばいからです。スティンクボムよりもたくさん捨てるから愛用しています、といただきました。ありがとうございます。はあ、確かにね、スティンクはね、5ダメずつってのはちょっとね、いやらしい感じするよね。チクチク系ダメージだよね。続いてこちら、 LINE にいただきましたユーリさんですね。お父ちゃんのお前です。エイシン君ナイスビクロイ。エクスキャリバーライフルのミシック強いですね。僕 YouTube に制限がかかってて、タクマンさんを知らなかったです。でも LINE ブームの方でマイチャンネルさんを見れて嬉しいです。あとスキャンのやつ僕も知らなかったです。僕は弓の方が好きです。理由はスナイパーとは違い、弓の中にもたくさんの種類があるからです。そしてワンパンが気持ちいいです。お父ちゃんとエイシン君はどっちが好きですか、ぜひ教えてください。これからも動画投稿頑張ってください、応援しています、といただきました。ありがとうございます。あー、やっぱそうなんだね。LINE でご存知の方は、たくまさんご存知なかったのか。
これは大変失礼いたしました。そしてゆうりさんも同じく弓の方が好きということでね、結構ね弓と答えてくださった方今回コメント欄多かったですね。びっくりしました。まあやっぱり理由としてはたくさんの種類があって、しかもワンパンできるっていうのがいいみたいだね。まあプライマル系の弓はワンパンできないけどね。続いてこちらも LINE にいただきました。これミワさんって読むのかな、それともナイトさんって読むのかちょっとわかんないですけれども、ありがとうございます。エジックミシック強すぎ、おとちゃんとお前です。僕は SR が好きです。理由はワンパンすると気持ちいいからです。チャプター4も頑張ってくださいといただきました。ありがとうございます。スナイパーの方が好きだということで、ちなみにですねエジックもスナイパーの方が好きと言っておりました。私はですね弓の方が好きなんですね。やっぱりメカニカルでワンパンできる、今回のタイマンもそうだったんだけど、ワンパンできちゃうっていうのがやっぱ気持ちいいし、あのね弓を引いた時にその軌道が出るじゃないですか、それ通りに飛んでいくから狙いやすいっていうのがいいんだよね。それで僕は結構好きですね。はい、ということで今日の動画のお題はですね、今年のうちにやっておきたいことは何ということで、もうね12月に入って8日が過ぎましたけれども、あと23日ぐらいしかないけれども、今年のうちにやっておきたいことは何でしょうか。ぜひコメント欄で教えていただければなと思います。たくさんのコメントお待ちしております。ということで今回はですね9匹タイマンをやっていました。結果的には私の2連勝となりましたね。いやーよかったですね1試合目はねヘッシュ入っちゃったんで仕方ないんだけど、2試合目はあの地表が凍ってるとこだったんで、ちょっとエイジックは不利だったかなと思いますね。はい、ということで今日の動画が面白かったなとか楽しかったなと思った方は、ぜひ高評価やチャンネル登録よろしくお願いします。最後までご視聴ありがとうございました。ということで今回は以上でございます。バイバーイ。